皆さんこんにちは、コウサックです。今日はセフォーラインサイダーがもらえるバースデーギフトを紹介していきたいと思います。ちなみに私は結構買い物をしていたので、いつの間にか VIP のステータスになってました。いいのか悪いのか。はい、まずはじめにこちらのグローレシピのスキンケアセット、続いてはディオールのフラグランスセット、そしてこちらはイリアのマスカラとブラッシュ、頬紅ですね。はい、続きましてはウェイのヘアケアセット、そしてネストのフラグランスセット。小さいとは思うんですがキャンドルもついてて豪華です。最後はファーマシーのスキンケアセットです。毎年結構な選択肢があって、今年はこちらのグローレシピのスキンケアにするか、ディオールのフラグランスセットにするか、それともこちらのネストのフラグランスセットにするか迷った挙句、ディオールに決定しました。早速開けてみましょう。はい、まずはソバージュから。この香水はジョニーデップがコマーシャルに出ている香水なんです。ジョニーデップのことは大好きなんですが、だからこの香水が欲しいとかいい匂いとかっていうわけではなく、本当にサンプルを嗅いだ時にいい匂いだなって思ってすごく気に入った香水です。なのでこれは夫にプレゼントしようと思います。はい、続きましてはミスディオールです。この匂いも甘くてすごくいい匂いなんですよね。で、前回帰国した時に、小学校からのベストフレンドにお土産で買っていった香水なんですが、こちらのミニサイズは娘のレベが欲しいっていうことであげてしまいました。でもシェアできるので一緒に使います。パッケージもミニサイズでとっても可愛いですね。今回の動画もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と LIKE ボタン、コメントもよろしくお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。さようなら。